京都産業大学体育会馬術部は、京都産業大学体育会、京都府馬術連盟、関西学生馬術連盟、全日本学生馬術連盟、日本馬術連盟に所属する大学馬術チーム。大学開学前から創設者、荒木武志号の尽力により、実質的に活動を開始し、1965年4月の開学と同時に、 同大学の加外活動クラブの第1号として、創部した。1928年のアムステルダムオリンピックに、出場した日本馬術の創始者、ユサ公平が、オリンピック出場当時に購入した、エルメスの蔵が保管されている。郵便番号603-8002京都府、京都市北区上鴨上,上山一番地京都、産業大学総合グラウンド内馬場。 馬術部創設者の荒木武志号は、大学創設者、初代総長である、荒木利目の長男、京都府馬術連盟の初代理事長を務めた。京都産業大学の開学と馬術部の創設は、前述の通りその設立経緯から、切っても切れない関係である。その結果、開学当時から、馬術部は、功績を残している。開学当時から活動していた、 馬術部は、荒木武志号を慕って入学した部員によって、全日本馬術の選手権を獲得し、たちまち学生馬術界の頂点に押し上げた。新設大学の名を全国に響かせた功績は大きい。同大学が開学した当時、学者らしい建物は、鉄筋4階建ての本館のみで、赤い地肌を剥き出した北側の空地を馬術部が占めていた。開学後間もなく、 馬術部はたちまち日本の学生馬術会の頂点に駆け上がった。新設大学の広告等の役割を果たし、活躍に引っ張られて、体育会クラブや文化クラブの部活動が盛んになり、キャンパス全体に活力をみなぎらせる原動力となった。ありがとうございます。